どうも会長です。いつも会長チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回訪れたのは JR 仙石線本塩釜駅です。塩釜といえばやはり塩釜神社、そして東物などで有名なマグロ、さらには酒蔵の町、そんなイメージではないでしょうか。今回ご案内するのはそのすべてに関わりがあるお店でございます。そして今回のテーマは、やみつきシリーズでは初めてとなるお酒とのペアリングです。美味しいお料理と美味しいお酒とのマリアージュをお楽しみいただこうと思いますので、どうぞご期待ください。本塩釜駅の神社参道口から塩釜街道へ出て、あとはひたすら西へ直進。途中で塩釜神社の石碑にご挨拶をして、さらに西へと向かいます。右手前方にはいよいよ塩釜神社が見えてまいりましたが、撮影したこの日は本当に天気が良くて気持ちよく歩くことができました。駅から歩いてお店まではだいたい8分ぐらいの距離ですかね。お散歩気分で歩くのにはちょうどいいと思います。ということで到着しました。今回のやみつきでご案内するお店は、和み所男山さんです。場所は塩釜神社東参道口の真向かい、素晴らしいロケーションです。夜の雰囲気はこんな感じです。いいですね。お料理と日本酒のペアリング、どんなマリアージュとなるのでしょうか。楽しみです。それではご一緒に参りましょう。さあ行くぞ。はい、うちの先代の父がですね、安倍勘さんの13代目の安倍勘九郎様とご縁がありまして、安倍勘さんに合うお酒とお料理を提供できる店舗っていうことで、お話をいただいて今の、形になっております。安倍勘さんの方でも季節ごとに順繰りでお酒が出てくるんですけども、季節に合わせてのお酒と、季節に合わせての地物の食材と、それを合わせて、一つの味を目指すっていうのをコンセプトでやらせてもらっています。ご来店いただいている方に一生懸命気持ちを込めて一つ一つ丁寧にやるのが、仕事だと思っています。二代目佐藤剛さんの説明にもありましたように、安倍勘のさまざまなお酒を料理と合わせて楽しむ、それが男山さんの大きな特徴です。お料理は完全予約制のお任せコースのみ。お料理が進むごとに違う安倍勘のお酒を楽しんでいく、そういった趣向となっております。はい、最初お向きからご挨拶と思いまして、はい、塩釜の最初にいただいたのは塩釜神社にも納められているというお向きです。すがすがしい味わいに気持ちが引き締まります。添えられた柔らぎは仕込みにも使われているお水です。山田錦を使った純米辛口はすっきりと清廉な味わいです。そして最初に出てきたお料理メニューはこちらなんですが、これなんだかお分かりになりますでしょうか。下を持って上を開ける。おー、これは鶏ですね。男山チキンの中身はこの時期キノコとムカゴだそうです。ムカゴ特有のもちっとした味わいがたまりません。辛口のお酒にももちろんぴったりでございます。チキンとお酒のマリアージュとっても美味しかったんですが、包み紙の裏側に書かれたこちらのメッセージ、嬉しいですよね。こういうお気遣い本当にありがとうございます。続いていただいたお酒は山田錦を使った特別純米酒です。手にちょうどいい重さを感じさせてくれる鈴製の酒器も素敵でした。特別純米酒を追いかけるがごとく登場したのがこちら、香箱ガニの茶碗蒸しです。香箱ガニの全ての旨味を閉じ込めたというこちらの茶碗蒸し、濃厚な味わいはもちろん最高なんですが、香りなんですよ。香りがすごいんです。これさすがの安倍勘様もお酒泥棒の被害に遭っております。香箱ガニの
からのビジュアルも相まっていきなりボスキャラ的な美味しさが登場しましたが、まだまだ続きます。いやー、それにしても美味しかった。次のお料理にはお造りが登場するということで、そのスタンバイに亀の王をいただきました。こちらが撮影日にいただいたお造りなんですが、葉っぱのように見えるものは生海苔を乾燥させたものです。奥に見えるのはヤリイカと七ヶ浜のサヨリなんですが、こちらの味付けには煎り酒が使われています。もちろんこの煎り酒にも安倍館のお酒が使われており、梅と一緒になって絶妙に優しく上品な味わいを醸し出しております。そして本マグロ、トロと赤身のこの美しいカラーバランスいかがでしょうか。スマホの壁紙にしたいですよね。これ最小限の味と香りをつけるため、梅が入った昆布醤油で10分ほど漬けにされているそうです。2代目の言葉によれば、東京の豊洲には行かせないということで、塩釜ならではのマグロへのこだわり、それが息づいた一皿でございました。和食をいただく際にお造りというのはやはり花形だと思うんですが、もう十二分に堪能させていただきました。続いてのお酒はこちら、純米吟醸袋絞りの霞です。そしていろんな調理法で料理された野菜たちが一升マスに集うサラダです。いろんな調理方法というのは、ご覧いただいているようにブロッコリーは焼いてありますよね。そしてナスタチウム、金蓮花ですね、こちらは生なんですが、特筆すべきはこちらの人参。ベジバイワイの山形シェフリスペクトというこちらの人参は、なんと3時間にわたり温度を変えて焼かれています。3時間かけ温度を変えて焼くことで人参の旨味が凝縮しております。また全て油を使わずに調理されているということで、全てのお野菜がその持ち味を十分に発揮している、そんなお味でございました。続いてのお酒は安倍館酒造が誇る最高峰、面高男山大吟醸八代です。より香りを楽しむためにワイングラスでいただきます。こちらの八代、初めていただいたんですが、ワイングラスに入っていることを差し引いても、その立ち上る香りの豊かさ、素晴らしいものでした。肝心のお味の方はと言いますと、これいわゆるやばいお酒です。もうね、スイスイクイクイ飲んでしまいます。この八代だけはお料理なしでお酒の味わいだけを存分に楽しんでほしい、そういう親方のお気持ちよくわかりました。それにしてもこれ本当に美味しかったです、このお酒。安倍館のラベルが全て消えてる。いや、これはこれでなかなか、これ絵的に素晴らしいですよ、これ綺麗にしとくの。いや、こんなことが、ねえ、安倍館のラベルが季節になるとこれを楽しみにいらっしゃるお客様が、はい、この名前は、いやー、はしゃぎすぎました。お聞き苦しい点大変失礼しました。まさに発泡イリュージョンを楽しませていただいた次第です。発酵が落ち着いた後にはこうしてもう一度瓶に戻されますが、もちろん瓶の外側はきれいに洗浄されておりますので、ご心配なく。出来上がってからわずか1日か2日で届けられるというこちらの発泡濁り、季節限定の味をお楽しみください。マス、これ6段構成、6段構成、はい、うわー、贅沢にある、ましたので、はい、真上に上げて広げてあげてください。はい、いただきます。マスの上に6点のお料理が盛られたこちらのおつまみセット、
最初にいただいているのは海苔の天ぷらの上にウニと泡醤油が乗せられたものです。続いては阿部館の練りカスを使った塩辛。いやね、もうほんと笑いがこみ上げてくるぐらい美味しかったです。ねっとりと濃厚な味わい、たまらないですね。この小鉢一つで四合瓶を開ける自信がございます。こちらは牡蠣の春巻きです。外側の衣と中の絶妙なコントラスト、これも美味しかったですね。こちらもできることであれば香りをお届けしたい、そう思った一品でございました。こちらは男山さんを象徴する人気メニューの一つ、アナゴバーガーです。ご覧ください、この肉厚のアナゴいかがでしょうか。ちなみにイベントの時には中にシャリも入ることがあるそうです。私会長、これまでの人生の中で食べたバーガーのうち最もお酒に合うバーガーでございました。続いてはクリームチーズが添えられた子持ち昆布です。子持ち昆布の味自体は上品に仕立てられているんですが、クリームチーズとのコンビネーションでさらに美味しさが爆発します。白い恋人から白い恋人へのリレーも最高でございました。おつまみセットの締めくくりとなるのは薬味巻きです。中に巻かれているのはきゅうり、たくあん、ガリ、そして梅です。シャキッとした歯ごたえとさっぱり感が絶妙でございました。お料理はどんどん進んでまいります。続いては甘鯛けんちん蒸しです。甘鯛には豆腐とカニが使われていて、昆布だしのあんで優しくまとめられております。そしてこちらのアワビ、一つの碗の中に主役が二つある、いやー本当に贅沢でございました。続いてお出しいただいたのはお漬物なんですが、このお漬物の味わいにお店の実力の高さを垣間見ることができます。美味しいお漬物があればそれだけでお酒が進みます。これもまた世の中の断りでございます。続いてこちら、エゴマ豚のヒレ肉はお茶目で楽しい親方に直接説明していただきました。これな、説明はい、はい、なんすかこれ。エゴマ豚、エゴマ豚、ヒレ肉です。ヒレ肉、はい。紅生姜味噌と、紅生姜味噌、はい、赤いやつ、黒にんにくソースと、黒にんにくソース、はい、牡蠣のフルーツソース手前に、牡蠣、果物の牡蠣のフルーツソース、はい。これ結んである青い葉っぱは何ですか。セリです。結びのセリ、はい、お客様とこうつなぐっていうことで、お客様とつなぐ絆絆、はい、いただきます。結構決まったな今の。いただきます。やめてください、ね、はい。いやー楽しい親方ですね。そしてここではあえてマッカランをおすすめいただきました。エゴマ豚に添えられた3つのソース、そしてお客様との出会いやご縁を結ぶ、そんな思いが込められたセリ、どれも美味しく頂戴しました。お食事としてお出しいただいたのはこちらのはらこ飯です。柚子の香りが効いているんですが、この一品も絶品でしたね。これもまたやみつき確定でございます。そして懐石料理でいうところの止めワンとしていただいたのがこちら、セリワンタン麺です。鶏とサバと煮干しで取った絶品スープはまさに締めにふさわしい一品。従来の方にとらわれないチャレンジ精神が息づいた親方によるお料理の数々、本当に美味しくいただきました。こういったところもまた男山さんの大きな魅力です。最後にはすがすがしい酸味が心地よい香り高い柚子ゼリー、そしてお抹茶をいただいて無事に食事は終わりとなりました。なお男山さんには旬の味を詰め込んだ人気のお弁当もございます。こちらは前日までのご予約で1個から販売ということですので、ぜひこちらもお試しください。いかがでしたでしょうか。
お料理と安倍館とのペアリングはもちろんのこと、親方が作り出す型にとらわれないお料理の数々、そしてスタッフ皆さんで作り上げる温かなお店の雰囲気、そして優しい心遣い、皆様もぜひお出かけください。それではまた。塩釜でお待ちしております。